新しい冒険か？ふむ、面白そうじゃな。おや？ここで何をし、どうしました？あなたに危害は加えません。私は聖教会のホルグ、慈愛の神につく。はい、邪教徒が塔で聖遺物を探し、それが真実であれば見過ごせません。慈愛の神の信徒としてこの事態を憂いているのです。はい、あなたはその狡猾な者たちを見かけたはずです。彼らは人を騙して信用を得るのが得意ですから、騙されてはいけませんよ。この石碑が見えますか？石碑には神の啓示が刻まれています。これは、このような数字が刻まれた石碑を見かけました。あなたの善行に神は恩寵を与えてくる。それならできるだけ早く石碑を見、あなたも彼らに騙されないようお気をつけください。遊びに行くのですか？トルネラなんかと一緒に？また会ったね。何か心配事でもあるのかい？聖教会の牧師と貴族、それぞれの言い分ね。物事に絶対なんてないよ。君がどう解釈するかだにゃ。どんな行動にも言葉にも意味があるんだから。にゃー、君も財宝がこういうものだと思ってたのかい？この上は逆の間、時の塔とスネグーラチカの境界、自称の地平線の臨界点だ。君なら正しい選択ができるさ。誰も傷つかなければいいのですが。これで終わりです。一社一冊。物語のように悪者は倒されましたか？Thank you.
前にスネグーラ地下に春が訪れます。悪魔の力を復活させるおつもり。自分が何をしているかよく聖教会の人間ね。私たちは慈愛の神の信徒。私の研究の邪魔をすることがどんなに愚かなことか教えてあげる。悪しき異端の力がここまでとは。あなたまだいたの？何も知らない奴が私にお説教かしら。はあ、おめでたいやつね。勘違いしないでくれる？私無知は罪よ。あなたもそこの偽善者と一緒にここで死になさい。なかなか面白そうじゃん。これで終わりです。これが錬金術の頂点だ。目覚めるのじゃ。二の矢はいりません。そんな黒魔法を習得した私が力が。やはり研究不足。今回は私の負け。天才錬金術師としてこの屈辱は忘れない。ポレル様、ひどい怪我です。今すぐ治療しないと。ねえ、深追いはせず、慈愛の神の祝福があらんことを。見ての通り、スネグーラ地下は崩壊中だ。もうすぐ消滅するよ。君の選択が最終的にスネグーラ地下を破滅へと導いたんだ。落ち込むことはないさ。君はあの世界を知らなすぎた。スバンフィートの死は因果の必然。たとえ君が倒さなくても彼女が死ぬという結果は変わらない。でもすでに君は自傷転移の力を覚醒させている。だ、僕が君の時間を巻き戻す魔法のサポートをして、もっと過去の実…そうすれば君はスネグーラ地下をもっと知ることができる。うん、君なら今度こそ正しい選択、運命の扉を開くんだ。スネグーラ地下の歪みを修正してくるといい。